こんにちは、ガフサーリーマンです。今回は SBI ネット銀行で振込無料10回、ATM 無料10回を得る方法と題しまして説明していきたいと思います。プロフィールです。このチャンネルではガファで勤務するガフサーリーマンが投資に関する情報を発信しております。私は投資先として、米国株式オンリーでやっております。今回の内容です。私、ガフサーリーマンは SBI ネット銀行を愛用しております。別動画でも紹介しております。この SBI ネット銀行はちょっとした工夫で毎月振込 ATM の手数料を10回無料にすることができます。どうやってやればいいのかご紹介したいと思っております。はい、まずですね、 SBI ネット銀行にはスマートプログラムというものがあります。これはですね、ランクに応じて ATM の利用手数料、振込の手数料の無料回数が増えるものになっています。ランク1からランク4までありまして、ランク1の場合、ATM が2回、振込が1回、毎月無料になります。そしてランク2が5回、両方5回ですね。で、ランク3が両方10回、ランク4が両方20回、というふうにですね、かなりのですね、回数が変わってきます。ランク4の20回ってすごいですよね。で、今日はこのランク3になるためにどうすればいいかという話です。その前にランク1、2についてまず説明していきたいと思います。ランク1には誰でも なれるランクになっています。まずランク1、2の達成条件なんですが、ランク1については月末時点でスマート認証ネオの登録がない、つまり口座を登録だけして作っただけの状態の方になっています。なので SBI ネット銀行は口座を作るだけでですね、少なくとも ATM が2回、振込が1回無料になるというのはついてくるということになります。そしてランク2になりますと、条件としては月末時点でスマート認証ネオの登録がある。これをするだけで ATM が毎月5回、振込も5回無料になります。で、ここで出てくるスマート認証ネオっていうのは何かと言いますと、まあ、簡単に言うとセキュリティ機能です。で、このセキュリティ機能のオンにするだけで、まあ、これアプリで登録を簡単にできるんですけども、それだけで5回ランク2になれるというところです。ただこのランク2の月5回っていうのが、まあ、多くもなく少なくもないんですけども、ちょっとですね、微妙な数字だなというところです。なのでもう少し回数欲しいなと思います。で、次にランク4なんですけども、まあ、一番高いランク。で、これはちょっとハードルが高くてですね、誰もがなれる条件にはなってないです。で、ランク4の達成条件なんですが、月末時点でスマート認証ネオの登録があるっていうのは、まあ先ほどと同じなんですけど、この以下1、2のいずれかの条件に該当するというプラスの条件があります。で、1、2っていうのは、まあこれになってまして、1が外貨預金と仕組み預金の月末残高合計が500万円以上。で、2が、外貨預金と仕組み預金の月末残高合計が300万円で、まあ、1よりは下がるんですけど、かつ住宅ローンを利用という条件になってます。で、この条件なんですが、500万とかですね、300万っていう金額があるんだったら、これを銀行に預けるだけでですね、投資しないっていうのは非常に損だと思うんですね。まあ、投資をしている方々が今見てらっしゃると思うので。で、かつ2においては住宅ローンの利用が必須なので、たまたま SBI ネット銀行で住宅ローンを契約している方はいいんですけど、まあ、このためだけに住宅ローンを契約するなんて人は多分いないと思うので、かなり対象者が限られるので、ランク4っていうのは誰もがなれるランクではありません。で、ここで、メインなんですけど、ランク3なんですけども、これはですね、先ほどのランク4のほどではなくてですね、ちょっとした対応をするだけで誰でもなれるランクになってます。まず達成条件を見ていきます。ランク3の達成条件は月末時点でスマート認証ネオの登録がある。これは同じですよね。で、プラス、以下の3、4、5、6のいずれかの条件に該当するというものです。で、このいずれかの条件に該当すれば10回無料っていうのがついてきます。で、まず3、4、5を見ていくと、まあ、こういった条件になっていて、3がですね、総預金の月末残高が300万円以上。4がロボアドバイザー資産運用残高の合計が月末時点で100万円以上。で、5が住宅ローンを利用という条件になってます。
で、同じように一つ一つ見ていきますと、まず3は先ほどの理由と同じで300万円を残すぐらいだったら投資に回した方がいいと思うので、うん、微妙だなと。で、4は、ロボアドバイザーをそもそも利用している人っていうのが、まあ、そこまで、いないんじゃないかなというところで、これも微妙だなと。で、5は、まあ、これも先ほどの話と同じで、住宅ローンを誰もが SBI ネット銀行にできるわけではないので、これも微妙だなっていうところで、この3、4、5っていうのは全てちょっと微妙な感じです。で、残りが、6なんですけど、この6がですね、条件がすごくたくさんありまして、はい、こちらになってます。で、1から11の条件があってですね、このうち3つ以上該当すればいいという、なんかちょっと複雑な感じになってます。で、ちょっとせっかくなんで一つ一つ見ていきますと、まず1番目が外貨預金普通定期の月末残高ありっていう条件で、これはですね、誰でもできますね。で、これは外貨預金っていう口座があるんですけど、そこに、もう本当500円とか数百円でも入ってればいいっていう条件なので、ちょっとお金を移動させるだけで誰もできます。なので、丸。で、2番目が仕組み預金の月末残高ありっていうので、これはですね、まあ別にお金入れたい人は入れてもいいんですけど、ちょっとなんか途中解約できないとかいろいろめんどくさいので、まああえてやる必要はないかなっていうのが私の意見です。で、3番目が SBI ハイブリッド預金の月末残高ありっていうので、これは、別動画でちょっと説明してるんですけども、SBI 証券と連携していれば SBI ハイブリッド預金っていうのは必ず使ってると思うので、これも、数百円でもですね、お金が入ってればいいだけの話なので、ありです。誰でもできます。で、4番目が、純金積立、月末時点でご契約ありっていうので、SBI ネット銀行では、純金積立を設定できて、毎月最小金額1000円からですね、積み立てができます。で、これはもう1回設定すれば、毎月1000円だけ、勝手に積み立てがされていくっていうだけなので、この設定だけをすればいいので、これもやろうと思えば誰でもできるので、丸にしておきます。で、5つ目が、給与、賞与または年金の月内ご入金ありっていうので、これもですね、会社が SBI ネット銀行に対応していれば給与口座として登録できるので、特に何かしらの他の口座の方がいいっていう理由がない限りは、SBI ネット銀行に移動させてしまえばできるので、これも丸になります。で、6番以降は結構ハードルが高くなってきまして、目的ローンまたは不動産担保ローンの月末残高ありっていうので、これローン組んでる人だけの話になるので、まあ、万人ができるわけじゃないので、×。で、7番もカードローンの月末残高ありっていうので、まあこれもローン系の話なので、誰もができるわけじゃないので、×。で、8番がスポーツくじ購入または公営競技ご入金の月内合計が2万円以上っていうので、まあわざわざこのために2万円もスポーツくじ買わないよなっていうので、×。で、9番が未来のデビットの月末時点確定金額が合計1万円以上っていうので、これ未来のデビットっていうのはクレジットカードなんですけど、まあ、クレジットカードに入って使ってればねっていう話なんで、まあ、これもわざわざこのためだけに入るのは微妙だよねっていうので、バツ。で、10番がクレジットカード、未来のカード、JCB 一般の引き落とし口座を当社スマートプログラム対象支店に設定かつ、当月確定金額1万円以上って、まあ、ややこしいので、これもバツ。で、11番が当社口座からプリペイドカード、JAL グローバルワレットへの円価チャージの月内合計金額が毎月1万円以上っていうので、まあ、こんなの毎月やらないだろうっていうので、×。ということで、11個もあるんですけど、誰もが簡単にできそうなやつっていうのは、1、3、4、5だけなんですね。で、この4つの中から3つ以上なので、最低3つ条件を満たしていれば、ランク3になれるというところです。なので、おすすめの組み合わせがですね、まず必ず設定するものと、どちらかを設定してばいいものっていうので分けてみます。で、必ず設定するものは、外貨預金、普通定期の月末残高ありです。で、これは、数百円だけですね、外貨預金口座にお金を入れて放置するだけなので、一回やれば、もうあとは何もしなくてもいいので、これは誰でもできますので、絶対必ず設定です。で、二つ目が、SBI ハイブリッド預金の月末残高ありというところで、まあ、これは SBI 証券と連携している方だったら、まあ、少なくとも何も意識しなくてもお金入っていると思うので、この条件は満たせると思うんですね。なので、この1、2は必ず設定してください。で、次にどちらかを設定っていうのが、給与、賞与または年金の月内ご入金ありっていうので、まあ、会社によっては SBI ネット銀行にもしかしたら対応していないところもあったりですね、まあ、今までずっと例えばみずほ銀行を使っていて、それをちょっと給与口座を変えるとめんどくさいなとかっていうのがある場合もあるので、そういうのがない人だけ変えてしまえば、もうこれで、
条件を達成するのでいいと思います。で、4番目が純金積み立て月末時点でご契約ありっていうので、この3番目の給与振込口座としてできない人が利用する話だと思うんですけど、まあ、純金積み立ての毎月1000円が最小金額なんですけど、この設定をするだけでですね、この条件が達成できるので、これを設定する。で、これはですね、1グラム貯まると売却することが可能なので、定期的にこう積み立てしていって1グラムになったら、もう売却してしまえば、まあお金は手元に戻ってくるので、まあそういうふうに定期的に売却していただいてもいいと思います。ということで、この1、2、3の組み合わせ、もしくは、1、2、4の組み合わせ、この2つのどちらかでやっていただくと、ランク3が達成することができます。はい。で、このどちらかの方法で誰でもランク3で10回の ATM の利用手数料と振り込みの手数料無料をゲットすることができます。で、この10回無料なんですけども、結構ほとんど使い切ることがなくてですね、でも5回以上はたまに使うこともあったりして、ちょうどいいぐらいの数なんですよね。なので、この10回にしておけばですね、非常に安心なので、ぜひ10回になるようにですね、皆さんも設定してみてください。はい、まとめです。SBI ネット銀行のランク3は少しの工夫で誰でもなることができます。外貨預金とハイブリッド預金に少額の金額を残しておいて、給与振込口座の登録、もしくは1000円の純金積み立て設定をするだけになります。振込無料10回、ATM 無料10回はかなり便利ですので、ぜひ設定してみてください。はい、今日の動画は以上になります。まあ、こういったですね、ちょっとした、なんですか、ネタ情報みたいなもんですね、アップしていければと思いますので、今後もよろしくお願いします。さよならー。